はい、2018年8月29日水曜日、ちょっとエコー聞いてる特別ねはい、今日も6時を回りまして、ユンタク二平デイビルのお時間です。パーソナリティはヨギナオと、私ミキサーのキャンです。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は有限会社二平デイビルとユンタクコーヒーの提供でお届けいたします。6時55分までよろしくお付き合いくださいということで、今日8月29日ということで月末水曜日ですね。今日は特別な、いつもの月一の企画になっておりまして、今日は久々の、そう、私の大好きな方がゲストで来ておりますので、ちょっと今日ゲストさんの時間をちょっと多めに取りたいと思いますので、早めにオープニングいっちゃいましょうかね、はい、大丈夫かしら、ごめんねキャンさん、はい、はい、では、いきなりいっちゃいます。オープニングナンバー、リップスライムで楽園ベイベイ。あ、ごめん間違えた。6時半にちょっともう出ちゃうってことなの。はい、いえいえ、早めに行きましょう、早めに。写真も出てきたので、あ、すごい、見てほしいなと思って。ネタがいっぱいあるのにごめんなさいね、なんか時間がなくて。これも実際の、これも、そう、わお、ちゃんとしたものをね、持ってくれたらよかったんで、出力できる。でも、公式もね、できてるよね。できてるけど、この写真じゃないんですよ、まだ。これ、先週、もう夜中までかかって撮った撮影の。そうそう、こういうのをああだこうだ、そうそうそう、アングルやって、上からやばどの高さからとか、これがちょっとはみ出てるフォントしてそういうことなんだよね。して、で今日はもう、プレオープンをしてて、1階のアバンセと1階のグルメバーっていう病院施設をオープンしてるんですけれども、ここのグルメバーの面白いのはこういう感じで、好きなことだと写メを撮って送るとアートラテになるんですよ。例えばこれうちのロゴなんだけど、うちのロゴをこう撮ってマシンに送るとそれが出てくるっていう。だからなおさんのさっていうかさ、顔を撮って送ると、あ、この出てくるんですよ。サプライズとかにすごくおすすめ。面白い。面白い。しか届いてきてたんだよね。あ、タイゴさんありがとうございます。来てる。そっか。私また投稿遅れている。め、そっか、たまみちゃん。ヘッドホンがない。あ、あれを使ってもいい？はい、どうぞ。あ、すみません。いろいろと動いてるみたいなんで。だからなんかね、いろいろと違う。マイクの順番、一番動かないやつがそこのように。びっくりした。いろいろ見てもらいたいんですけど。まだ2分あるので、ちょっと今のうち飲み物買ってきます。あ、はい。あ、ヨシちゃんも食べに来てくれた。バーガー、アフンベーコンバーガー。すごい。でかっ、でかいな、パンでかい。そう、結構ボリュームがあって、だから私はチャルと反応して食べたりとかして。すごい。で、ヨシちゃんのラテアート、ヨシちゃん見えるかな、チラッと。本当なんか、この後にお客様がいたので、そこで打ち合わせ、まだ挨拶とかしてたんだけれど。ああ、そう、こんな感じ。すごい。そう、これをホップ場におすすめなんですよ、このグルメバーっていうところが。来た。ちょっと今月末なんだかんだね、タイミング今日ね、もし来てくれることができたらお昼食べてもらって、そのね、直接のご紹介が。そう、それよかったんだけど。そう、タイゴさん懐かしい。あ、コインもありがとう。あれ、なんか画面がずれてるぞ。おいしょ。あ、うわ、間違った。あは、ちっちゃくなってんの。大丈夫ですか。縮小になってる。え、なんだこれ。これが上に行って、あ、これよね。あ、違う。多分これだ。
あは全然違う、うん、コインあるか、タイゴさんコインありがとう、ごめんね放置放置プレイすいません、タグ付けして、あ、ありがとうございます、じゃあ私も、なんちゃんも違うのが投稿されてきた、一発目なんだろうピザインに、あ、うちの旦那のだ、そうそうそう、はい、じゃあ CM 行きます、はい、そっか、ツイキャスユーストリームでやってますなんて言わないけど普通に、あ、お月さん、お昼ご飯いいな、あ、ごめんね、見えてる中お昼ご飯夕飯だ、そう、今日ランチ、ランチはちょっとチャタンでミーティングをしていたので、あ、そこを目撃されてるってこと、どうなんだろう、多分ランチ行きたかったっていう話かな、あ、コイン3個なのであと2個、1個自分で入れるので、大塚健二さん、めっちゃ謎じゃん、今来てる人やばいやばいあー、オッケーです、はい、ちゃんと自分でもコイン入れますよ、おねだりばっかりしたらね、あ、わかりましたって、早い、ありがとう、お仕事が早いですなツイキャスってツイキャスアプリをダウンロードすればいいの、そうです、ビュアーアプリで大丈夫ですか、ビュアーアプリ、ビュアーこれ、あのツイキャス、そう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 、ツイキャス配信用と見る用で分かってるんですビュアーアプリが見る見る用だけ、はい、あ、すごい、進撃のめいちゃん、あと次のせんべろ会9月8日何今のこれ私言ったけど今夜ありがとうございます、はじめまして、たいごさん何勝手にいじって消すってありって何のこと、懐かしいって、あ、さっきの楽園ブーブー、そうそう、なんかノボテルのなんかそのおしゃれな感じとリップスライムがなんかなんだろう、大人な感じの、うんうん、ちょっとメローな感じもしていいねリップスライム私も好き、はい、では10秒前です、はい、はい、8月29日水曜日6時8分を回りました、ユンタク二平デビルのお時間です、先ほどご案内忘れてしまいましたが、この番組は、ユーストリームツイキャスでも同時配信しておりますので、皆様画面からもぜひ見ていただき、コメントもいただければと思います、メールもお待ちしております、797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です、メールもお待ちしております、あのご案内する前にいつもツイキャスが上がってくるのでそこばっかり見ちゃいまして、いつもありがとうございます、コインもいただきました、大塚健二さん、タイゴさん、進撃のめいちゃんさん、ありがとうございます、あのいろいろともう皆さんお気遣いいただきましてありがとうございます、もうコインも5個以上なりまして、この番組は皆様のツイキャスのコインでつつがなく放送させていただいております、ありがとうございます、シュプリームさんも、なおさん、キャン君、ゲストさん、こんばんは、今嫁のパシリなおなので後ほど来ますいってらっしゃい、気をつけて、大吾さん PC 画面、そう、私パソコンの画面がうまく使えなかったんですっていうことで、今日はね、あのちょっと駆け足になってしまいますが、久しぶりの、ゲストさん登場なので早速ご紹介したいと思います、のぼってる沖縄那覇から PR の福原珠美さんです、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、お久しぶりですね、こちらね、はい、そうそう、あの先週、先々週はあの山内さんのトップインタビューに、はいはい、出てみ、はい、見ました、あの遅ればせながらありがとうございました真面目なことをいっぱい、もうなんかね、ここと番組とやっぱり違うんだよね、当たり前だけどそう、私のおふざけがない分ちゃんとね、あのゲストさんがしっかりお話ししているっていう話なんですが、そう、あの月1の月末水曜日はのぼってる沖縄那覇オープンカウントダウン応援企画っていうことで、はいね、もうあの先月あの金城さんからもお話聞かせていただきましたが、
めでたくプレオープン中でございますね、はい、おめでとうございます。なんかここでね毎月1回会うだけなんだけど、うん、なんかしみじみしてるそうよ ね, ねでも前からずっといろんなお話を聞いていただいてました。すごいなんかやっぱり自分はねそんなホテルに直接何か関わってではないけど、やっぱお話聞かせていただいてるだけでも、はい、なんかやっぱりドキドキして、はい、今すごい忙しいんだろうなって思いながら、はい、そう今日も忙しい中駆けつけていただきまして、ありがとうございます。もうプレオープンとはいえ、うん、ね、まあ、オープンはしているので、はい、お客様いらっしゃいますね。もう毎日やっぱりお忙しいですよね、はい、あのレストランが2つオープンになっておりまして、はいはい、このレストランはあの都ホテルの頃にもあったんですが、アバンセというレストラン、はい、こちらが、朝食ランチディナーでオープンしております。であとロビーにありますグルメバーっていう、まあ、カフェのようなスペースなんですけれども、はい、こちらも6時半から23時までオープンしておりますので、お客様は割といらして、ね、なんかまた違う雰囲気です、ね、もうなんか新たに生まれ変わったホテル、うんうんうん、ね、あの、まあ、生まれ変わる前知ってる方で、はい、初めて行かれる方どちらでもねすごい楽しめると思うのですが、はい、お客様の反応どうですか。はい、あのやはり、都ホテルの頃によく足を運んでらしたっていうお客様がどうなったんだろうっていう感じで、うん、あの楽しみにして来てくださってるっていうお話をあの現場のスタッフから聞きます。やっぱり ここだったねみたいな感じで、なんか勝手に親心ですよねそうって言っちゃダメだ、はい、ありがとうございますあそこああだったのかこうなっちゃったのみたいな。そうそうそう、そうなんですよ。小さいお子様もこの間あのロビーでちょっとお話をさせていただきまして、はい、小学生のお客様だったんですけれども、おばあちゃんと一緒にあのあそこのホテルが新しくなった時には僕も一緒に行くんだって言って、うん、ちゃんとこのノボテル沖縄那覇って僕覚えたんですよって、あのおっしゃってくださって、はい、なのであの9月13日はグランドオープンですので学校を早く終わって遊びにいらしてくださいねというあのお話をさせていただいたりしました。プレオープンとはいえやっぱりこういうお客様の声って嬉しいですね、はい、すごく嬉しいです、はい、すごく嬉しい。なんだろう、勝手に私もあのスタッフ気分ですねなんかありがとうございます、いつもいつもそう、もうなんかね、あの今手元にあの写真を、はい、お料理の写真とか、うん、あのこのホテル内 の, の,、はい、あの写真とかを持ってきていただいているんですよ、うん、すごいもう本当にレイアウトもいろいろこだわって、あの皆さんはあのホームページで見てくださいそう、あのちゃんとね公式 の, あのホームページもできましたので、はい、のぼってる沖縄那覇ドットコムですね、はいはい、ちらっと皆様見えないかあの雰囲気だけ雰囲気だけすごい美味しそうなんですよ。しかもこのカフェラテのラテアート、はい、もうなんかね、あのここにある写真はあのノボテルさんのマークロゴがロゴマーク、うん、入ってるんですが、はい、これは言っちゃっていいんですかね。あ、もちろんです。この、例えば私がなおちゃんの写真を撮ってあのスタッフの方に、はい、スタッフの方にスタッフに、うん、この写真をアートにしてくださいということであのリクエストいただきますと、そのなおちゃんの写真がラテアートになってね、ほわーっと出てくるんですよ。どうですか皆さん私の顔が出るカメラっても沖縄で初めての導入らしいです、マシン。写真が出るってことは、はい、あのほぼほぼかなんだろう、できないことはないってことですよね。そのままあの表に出していい写真がそうですよねあのちょっとピーが入るのはダメですよ皆さん、はいそう、 そういうのでできるってことなので、うん、なんか例えばあのご夫婦だったりカップルとかで行って、はい、なんかサプライズとかだと嬉しいですよね。実際あったんですよ、ね、プロポーズもうすでにあったんですか、はい、いいですね。まさにこのグルメバーで、はい、このアートになんかアートに結婚しようみたいな、なんか、はい、ちょっと私細かいコメントまでは覚えてないんですけれどもあの男性の方からすごい、はい、プロポーズをするということでコメントを入れるのと、あとお二人の写真をそれぞれのラテにアートとして、すごい、はい、なんかすごい思い出のね、本当に飲めないねこのラテアート嬉しくって形
したくないけどでも嬉しいみたいな、うん、すごいやっぱりそういうもう早速もされてる方がいらっしゃるということで、はい、いらっしゃいます。嬉しいサービスですね、はい、とってもあの私たちも楽しみなんですよ、はいはい、お客様いらした時に何気にこうパシッて取って入って出すとホーってみんなテンション上がったりあのしてくれるので、はい、あのそういう楽しみっていうのを、うん、あのいらしていただくお客様にもあの楽しんでいただきたいなというふうに思います。なんかまあ、いろいろサプライズはあると思いますが、まあ、ケーキだったり、はい、まあ、シャンパンだったりとかって、はい、まあ、ホテルならではのおもてなしも最上級のあるとは思うんですが、うん、こういうあの気軽なラテアートでってやるとさりげない感じ、ね、なんかいいですよね、うん、日常に気軽とサプライズができるって、はい、うん、あ、なんかかっこいい大人に粋なサプライズ本当本当、ね、あのコテコテよりこれがまた意外と良かったりするかもしれないですね、うん、はい、そうですそうです、うん、なんか嬉しいかも。ちょっと私もサプライズ誰かにやろうかな、ここで誰かにやろうかなって今誰も聞かないでね、誰も聞かない私と一緒に行く人聞かさない子みんな楽しみにしてくんじゃない私に誘われないとなんかやってくれるかなやらないとまたちょっと変な感じそう、すごいサプライズじゃなくなっちゃうなくなるのであの私と行く人はあの何も聞かなかったことにしてくださいすごい、うん、ツイキャスまたありがとうございます。あ、お城ゆうこさん、ヨギノミさん浴衣にやってますね。ゆりあ、ゆりあ、あ、ゆりあちゃん、うん、ありがとうございます。そう、小学生のゲストさん来ていただいた、ああ、この間、はい、はい、ありがとうございます、うん、今日も見てるのね、ありがとう、かわいらしいYouTube も見たよ、うん、そう、小学生 YouTuber、 そう、あのお家からね、ゆりあちゃんもノボテル近いと思うのでぜひ遊びに行ってみてくださいね、はい、ぜひ出してください。はい、大塚健二さん、私と行くリスナー罰ゲーム、なんで罰ゲームなのちょっとちょっと引き捨てならないぞご褒美と言いなさいよ言いなさいよって私めっちゃ上からすいませんね、口が悪くってホームページの写ってる人透けてるって。ホームページは今あのまだパースなんですよ。なのであのようやく先週そのこういった感じの撮影をもう朝から晩までかかって撮り終えたところで、これからもろもろ修正を行って差し替えをしてまいります。すごい、大吾さん早速見てありがとうございます、ね、ありがとうございます。そうそう、もういろいろとあのホームページも一つ一つこうやって出来上がっていくのも楽しみです、ね、はい、お料理もすごい美味しそうなんですよ。お刺身もそうなんですが、お肉もそうだし、はい、ハンバーガーも美味しそうだし、天ぷらも美味しそうだし、何でもかんでもなっちゃうね、なっちゃうね、もう全部食べたい一日では多分食べきれないですね、食べきれないです、これはね、はい、もう私ダイエット宣言できないな。ジムがあります。でも、なおちゃん、そう、ちょっとちょっと奥さん、食べた後ジムがヨガもできるよみたいな。すごいなんかいいですね。そのジムもこうやってできるとなると、あ、はい、あのご宿泊のお客様は24時間あのご利用になれます。そうなんですね。はい、24時間。じゃあもう食べ過ぎたなと思ったらジムに行って、すぐジムに行って動く。そう、嬉しいですね。なんかあの運動嫌いな私でも。これで消費してまた翌朝に備えるみたいな、うん、そう、でもなんかそういうのもいいかもしれない、いいかもしれません、多分ね、いろいろと美味しいものをまた美味しく運動しながら食べれたらいいかなって思います、はい、うん、すごいあのいろいろと充実しているので、ここにある、ね、写真が、それが今後またホームページにしっかりアップされると思いますので、はい、更新してまいります、はい、この更新ぜひ皆さん楽しみにしてもらえればと思います、はい、キャンさんが今あのツイキャスに、URL 貼り付けてもらいましたので、皆さんこちらからお願いします。のホテル沖縄那覇はこちらからってことでお願いします。大吾さん、なおさん、ダイエット宣言してたっけ宣言もしてなかったね、ごめんねよく覚えてるそうそう、宣言した覚えはありません。宣言するタイミングをちょっとあの測ってたんですけどねやばいね私ダメだわ、大塚健二さん、キャンさん、いつかホテルからツイキャス放送できるといいですねって。あー、面白いかも、うん、できたりするんですか、どう、なんだろうね、これは FM 那覇の方の協力が必要なのかな、どちらかというとマーチさんとの相談が必要かと思います遊びにいらしてください、ぜひ、まあ、面白いかも、技術的には可能だとは思いますけどね、ですよね、ツイキャス、ツイキャス出たもんね、
ツイキャス、まあ一応でもラジオ放送自体も出張は一応ありますので、あ、そっかそっか、あるもんね、確かに、そうだ、はい、今度ね、あの、なんだっけ、エイサー祭りも出張放送があるので、そうだね、中継とか中継、あ、そうそう、山内さんがごめんねって言ってた、あのここで言うと、そうそう、忙しくってごめんね、行けなくて言ってたのに、ごめんねって、そうそう、あの今週末のエイサー祭りの、そうですよね、ちょっと忙しいってことで、うんうん、すいません、山内さん公開で言っちゃいました。え、大塚健二さん、ノボテルにヤボテルさんが宿泊された時はサービスありますか。私ちゃんと今読めたよね。ヤボテルでいいんでしょ。ヤボテルさん、ヤボテル、ノボテル、ノボでいいのか、ここは私ヤボって読むとおかしくなるね。ノボテルさんね、あの皆さんごめんなさいね、放送聞いてる方、何かなって、どういう風に捉えればいいんだろう。ノボテルのホテルに、野原の野にお母さんの母、うんうん、で輝くでノボテルさんね。そういう解釈でよろしいのかしら。ノボ、大吾さんフォローありがとうございます。そう、あの、いろいろといたら面白いけどね、ノボテルさん、何か考えます、うん、そう、逆にそこはあの、ね、宿泊するときに、ホテルが黙ってないと思う。プレッシャーできた。この名前はみたいな。最高じゃないか。そうそう、ノボテルさんがノボテルに宿泊に来たみたいな。ぜひ取材をさせていただきたいです、ね、そういうなんか面白いことも、はい、そう、あの、たまみちゃんが考えるそうなので受けたまわりました。発案は大塚健二ですってことで、はい、ちゃんとスポンサー料もバックしないといけないのかな。そう、もういろいろと楽しみが、そう、もう増えて素敵な場所になるので、イージーリビング、イージーリビングですってことなので、はい、そう、皆さんお気軽にぜひノボテル沖縄那覇に、お越しいただければと思います。じゃあ、ね、私も今週ちょっと聞きたかったんですが、ちょっと今週ちょっと予定がカチカチでございまして、はい、カチカチカツカツで、ま、そう、もう申し訳ないんですけど、いえいえいえ、逆にあのゆっくりしたいので、あのまた別日で行きます。はい、行きますってことでやっているので、もうすごいんですよね、このご案内の、そう、書面もいただいておりますが、やっぱりあのスタイリッシュ、はい、大人な感じで、でも気取りすぎてないっていうところが。やっぱりそこがイージーリビング の、ね、あのコンセプトが生きてるのかなと思うところだったりします。いいですよね、歴史が色づく古都首里に琉球の伝統とフランスのブランドが融合する空間。今ちょっと大人っぽく言ったけど、みんな伝わったかな。いつもふざけてるけど、こんなナレーションもできるんだよ。そう、すごい、ロビーが開放的、これは皆さん、はい、同じことですよ、ね、はい、コメントをよく頂戴します。なんだろう、あのやっぱり前のね、都ホテルの時のロビーも分かるので、はい、なおさら、そうですよね、この開放感が、うんうんうん、全く別の、はい、本当にホテルになったんだなって感じがします。すごい楽しみですね。逆にあの小出しにされると、あ、そっか、そうそう、あの気になってそう、あのやっぱり何でもそうですよね、見せすぎちゃダメですよね、ダメですね、しら見せぐらいがちょうどいいみたいな。そうそうそう、どうなってんの、どうなってんのって、それで行く方がいいかと、はい、そうですね、思うので、そう、あのさっき大吾さんがなんかね、ホームページ覗いてくれたと思うので、ちょっとずつちょっとずつベールを脱いでいくと思いますので、はい、このベールをパッと取れるのが9月13日です。グランドオープンになりますので、はい、ぜひ皆さん登ってる沖縄に来てください。プレオープンもしているのでね、はい、あのプレオープンの時もね、あの気軽に来てもらえればっていうことで、はい、そう、小出し、ひょっこりですね、大塚健二さん、そう、ひょっこり班でお願いします。そう、ぜひぜひ、あのひょっこり覗きに来てください。あの大塚健二さん、今度ね、あのホテルの宿泊は登ってる、よろしくお願いします。今度いつ来るのかしらみたいな。ぜひぜひ、その際はあの玉美さん、本物生玉美を生玉美って生卵みたいになっちゃった。そう、ぜひね、あのこうやって私と並んでても多分画面通しても分かると思いますが、小柄でそんな可愛い華奢な体で
頑張ってます24時間戦えますかみたいな頑張りますね、戦います。もうオープンまでは大変だと思いますが、うん、もうくれぐれもね体は壊さないように。毎日楽しみではありますね。なんか忙しいのと楽しいのとって、はい、今はまあちょっとその辺ね、うんうん、頑張っているところだと思うんですが、もうグランドオープンになるともう、うん、まあ私みたいなことはないと思う。てんやわんやてんやわんやってのぼてるに合わないねクールにすると。いや、てんやわんやです裏ではてんやわんやだけどお客様の前ではどうぞ。そうですね、13日はあの内覧会とレセプションとかもあるので、うん、本当にてんやわんやですよね、はい、そう逆に13日行ってみたいな私何かしますかみたいなそうなんですよ。で12日まではあのうち南中あのキャンペーンというような形で、はい、あのレストランの 20% オフご利用っていうようなキャンペーンを行っていますので、うん、あのランチディナー皆さんお越しいただければと思います、ね、バイキングのレストランアバンセでぜひぜひ行っております。ね、お料理も美味しそうで総料理長ね頑張ったねって頑張ったねってめっちゃまた上から見せる本当にななちゃん今日ごめんなさい総料理長一回会ったからってなんかね総料理長びっくりするよねこれ聞いたら一回会っただけでそうでもなんか作ってるとかあのこの考えてる方を一度お会いするとそうですよね、そう勝手に親近感、うん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 、いやいやでもその段階も、ね、聞いてるし知ってるから、うん、なおちゃんはそうそう、うん、頑張ったね頑張ってそうねめっちゃ上から目線で失礼なんだけど、うんうん、本当にこのお料理見てるとすごい綺麗だし、うんまあこうね、いろいろと総合的に考えてねメニューも作っていかないといけないっていうお話を伺っていたので、はい、総料理長ねそうですからねもう、はい、総合なのでやっぱりその辺いろいろご苦労されたんだろうなってまた上から まだ最中です ね, ね終わってはいないですよね多分もうなんだろうまあ全然レベルは違うんですけどこの薬膳のレシピでもあだとこうだとかって考えたりするとやっぱりバランスとか考えるとまあすいません総料理長の足元にも及びませんがいえいえいえそうなんかあのできない私でも大変だなって分かるのでやっぱりもっともっと大変なんでしょうねって思いながらやっぱり喜ばせるためのこの演出やっぱり盛り付けとかそういうのも素敵ですよね、はい、一つ一つがそうですね盛り付け、はい、大事だと思います、ね、やっぱりホテルならではのこのおもてなしってこのやっぱり器だったり、うんはい、お料理の見せ方、見せ方、はいね、そういうのもすごいあの、うん、カジュアルなハンバーガーとかもあるんですよ。それも美味しそうでアグベーコンバーガーそう、まあ、美味しいです食べたいねさっきちょっとちらって見たけどバンズがめっちゃでかいこれ私一人で食べれるか多分食べきれないなおちゃんどうしましょうその時はカットしてもらってお友達とシェアしたりとか、はい、あそういうこともできるってことで、はいろ、はいろシェアしながらいろいろ食べたいですね逆にねそうですね、うんその方が楽しいかもしれない、うん、多分上司的にはそっち行くかもしれない、はい、あなた洋食私なんか和食みたいな、ね、そんなんで楽しみながらねカフェ、うん、ラートのラテアートも、ね、そうそうそう楽しめるので話題は尽きないですねそうですね、うん、昼間はこういう感じの軽いあのカフェの顔をしているというか、うん、カフェなんですけれども夕方以降はあのちょっとまた暗くなってくると BGM も変わって、うん、落ち着いた雰囲気になるので、うん、すごくあのシュワシュワなんかもなおちゃん乾杯したいね、はい、あの いい雰囲気です行きたい行きたい、うん、そうなので皆さんあの昼のノボテルの顔と夜のノボテルの顔とどっちも楽しめるということなので、うん、同じロビーでも変わってくるとね変わりますあの椅子とかがそのエリアによって違うんですよ、うん、色もそうですし椅子の種類、ソファーがあったり、はい、ハンモックチェアがあったり、うん、あのハイチェアがあったりっていう形でいろいろな場所によってこの座り心地っていうのも、うん、その店内の雰囲気とかっていうのも違った見え方をするのでそういう楽しみ方もいいかなって思います、うん、いいですね、エリアごとで雰囲気を楽しめるっていうのも、はいはい、飽きさせないまた工夫というか楽しみ、そうですね、ね、楽しませるっていう工夫がホテルのあちらこちらに散りばめられているっていう、はいますます行きたくなりますね一番のお気に入りの場所ですグルメバー、
ね、一番何がいいってあのホテルで働いてる方がお気に入りっていう場所そこに行きたい、ね、はい、そこにご案内します、ね、ぜひあのやっぱり働いてる人がね、うんうん、こうやってあの楽しんで笑顔でこうやってね、うん、あの勧められるっていうとやっぱり行きたくなるので、ワクワクはやっぱり伝染するので、はい、ここのワクワクを電波を通して皆さん、はい、届けってなんかちょっとこれ古いかしら年力みたいな昭和なんで許してください許してください、はい、ぜひもう楽しみなので、今もう何をどうってわーって喋ってますが、もう写真見ながらなので話も止まらないんですけれども、うん、ぜひぜひ皆さんのプレオープンしているので、ノボテル沖縄那覇旧宮古ホテルですね、はい、ぜひ遊びに行ってください。9月13日グランドオープンです。はい、はい、あのホームページもぜひチェックしてもらえればと思います。ちょっとあっという間に駆け足で、はい、駆け足というかもうわーって私もまた喋っちゃいましたがもう一回ここでちょっとまたリクエスト曲を、はい、かけていきたいと思いますので、はい、曲の紹介お願いできますか。シェリーに、シェリーに口づけを、ミシェル・ポルナレフさんお願いします。ごめんなさい、喉が失礼しましたね。かなかった、大丈夫？あ、大丈夫。ちょっといきなりえへん虫が出てきちゃった。駆け足ですいません。大丈夫だった。 ありがとうございました。わっと、わっと言いました。ちょっとありがとうございました。あ、シュプリームさん、ただいま戻りました。なおさんの浴衣素敵です。スリスリじゃないですよ。ごまごま。スリスリごまごま。大丈夫よ。久しぶりに、そう、最近着ないよねって、あの、読谷で来てばっかりでこっちで来てないっていう、逆にみんなに指摘されるっていう。そこは毎日行ってる。毎日ではなんか、だいたい週末メインで行ってるけど、うん、希望級ある時はお休みもらってます。長男嫁なんでって、キューバも。そうね、今日キューバもお疲れ様でした。ありがとうございます。うちの嫁はね、大変ですよね。Google の方の画像に入ってるインフィニティプールやっぱ綺麗ですね。プール、うん、さんも遊びに来て。そう、あの絶対 DJ できそうな DJ。かっちょいいだろう。プールのスヌーピーがついてるよ。あ、かわいいスヌーピーの付箋しか。お、見えるキャンさん。お、見えますか。綺麗ですね、うん、いや。こんな景色眺めながらプールでいたら、あ、絶対気持ちがいい。なんかライト、このプールサイドのなんかライトアップも、はいはい、綺麗。プール自体もライトアップされてますよね。夜、はい、されます。あの利用が、ご利用が9時まで、結構遅くまで入れる、うん、隣にあのバーベキューテラスがあるので、うん、そこのそのあ、すごい、とっても綺麗。タイムラプスで、あ、素敵、夜景だ。おお、これあのスペシャルな、そうです、そうです、あの15回以上泊まった方。そうそうそう、やばいねこれ。これはちょっと、うわあ、うわあ、みんなごめんねごめんね、ごめんね。めっちゃ綺麗。15回以上予約して泊まらないと、みんな、みんな。撮影の時すごい。はい、では CM 入ります。大丈夫、大丈夫。あとじゃあまたグランドオープンでまたご案内させていただきますので、ね、どうもご検討、ね、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。何もプレゼントがなく、とんでもない、申し訳ございません。ゆっくり、あ、ありがとうございます。ちょっと、あの、ちょっとこの後も出ちゃうので。ありがとうございました。たまみさんでした。パチ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 、お疲れ様です。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。
画像、ナイトプール幽霊にしか見えない。それが人間に変化していくのかしらね。あのメールが来てるようなので、メールの明け、あ、お願いします。紹介しましょうね。はい。あ、キャンサー見て。あ、登ってる、しかも登ってる、流れてる。さっき上から目線の話が出たじゃないですか。気持ちわかります。僕も今、陸上時代の後輩が実はアジア大会で出るんですよ。全然さ、失礼だよ。頑張ってるねなんて言えるもんじゃないですよね、レベル的に。めっちゃどんだけみたいな。てかお前何者みたいな。木村くん元気になっていったらみんなはぁって。お前な、誰だよみたいな。じゃあ CM 明けにメールと、じゃあ私が告知して、はい、お願いします。ユンタクしましょう。やばい、エヘムシが。大丈夫ですか。うん、とりあえずアミちゃん残ってるかな。あ、大丈夫。乾燥してますからね。じゃあ5秒前です。8月29日水曜日6時36分を回りました。先ほどゲストで来ていただきました福原珠美さんはちょっとこの後ちょっとお仕事があるということで、またホテルに戻らなきゃならないということでちょっと帰ってしまいました。あの皆さんぜひ登ってる沖縄那覇、ただいまプレオープン中になっておりまして、そう、興奮冷めやらない中なんですが、あのまたグランドオープンに向けて、またいろいろと準備をしているかと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、でこの辺でメールを紹介してもらいたいと思います。キャンさんお願いします。はい、では僕の方でちょっと読ませていただきたいと思います。はい、北野リスさんからメールいただいております。ありがとうございます。はい、ジャンヌさん、ゲストさん、こんばんは。やっぱりヨギナオさんは着物が似合いますね。鉄筋コンクリートの住宅じゃなく着物が似合う街並み、風景が沖縄にあればいいのに。そっか、それがあれば沖縄に着物文化の花が咲きそうですよね。ありがとうございます。欲張りかな。ナオさんの着物姿を見ているだけで、よしとします。 ありがとうございます。素敵な着物姿ですといただいております。はい、ありがとうございます。今日着物風浴衣です。はい、そしてあの追加で、はい、北野リスさんから、あ、9月13日オープンで、うん、登ってる三玉玉割る玉美さんと。おお、すごい、ありがとうございます。すいません、今帰っちゃいましたが、あの YouTube でちゃんとね、はい、あのチェックできると思いますので、メール2通ありがとうございます。お願いいたします。いつもありがとうございます。そう、鉄筋コンクリートでも頑張って浴衣着物着ますので、はい、あのいろんなね場所場所で着物浴衣着て楽しめればなと、はい、まあ現代にあった着物浴衣の着方を皆さんにこうやって提供できればなと勝手に大きな夢を持っておりますので、ぜひあのいつかね、あの着物カフェを持ちたいという夢もありますので、ぜひ皆さんおいおい、いつなるか分かりませんができたら遊びに来てください。僕にもぜひご指導をいただきたいと思います。ね、そうそう、キャンさんをちゃんとあの浴衣デビュー今年はさせるという目標があるので、ね、そうですね、うん、実は今週浴衣パーティーがあったんですよ。マジっすか。はい、浴衣か水着で来てくださいっていうことで、あ、どっちか、すごいねこの振りは。あのバーでパーティーだったんですけど、あ、そしたら僕はあの水着で来た人が一人だったらかわいそうだなって水着つけてったら僕一人でした。何、はい、ブーメラン、ブーメラン。いや、ちょっと膝上のパンツスタイルだったんですけど、あの競泳的な。いや、競泳的なやつじゃないですよ。じゃないの。 ちゃんとあの昔ボディービルの大会出ようと思って膝上買ってたんで。ボディービル出ようと思った。そこ、はい、すごいな。そうなんです。すごいね、そういうのもやってたらしいので、いろいろキャンさんも夏楽しんでるね。楽しんでます。そう、もう夏でもね、まだまだ8月末とはいえ沖縄暑い、はい、夏ぜひあのまた楽しんでいただきたいということで、そう浴衣で着てますが、もう最近浴衣着てないということで皆さんにご指摘を受けて今日久々にやっと着る時間があって来ておりまして、またここで告知をしたいと思います。もう毎週毎週すいませんね。私が、そう今日ちょっとチラシも持ってきたので、あの私ちょっとこれで見づらいと思いますが、
浴衣モデルをさせていただきました。ここに写ってるのみんな私の友達です琉球夜祭り2018年8月10日金曜日から9月23日日曜日までの45日間、大慶王国紫村読谷ですね、こちらで開催されております。お時間夕方5時半から10時までで、最終入場が9時半となっております。ぜひ浴衣レンタルがですね3500円の税込みで、浴衣肌着帯下駄セット全部ついて3500円になりますので、受付5時から8時半まで受付しております。返却は9時半までになりますので、ぜひ浴衣を着てください。本当に男性の方もここで初めて浴衣を着て楽しかったって言ってくださる方もいらっしゃるので、ぜひまずは体験してみて、でよかったらこの買い取りもできますので、ぜひ着てみてください。着たことない人にこそぜひ浴衣を着てもらいたいと思います。ここに紫村で検索してもらえると、このポスターというかこれが出てくると思います。でチラチラと私がちっちゃいところにいたりとか、私探してみてください実はこのパンフレットの写真なんですけど、ヤフーニュースで上がってましたからね。ねえ、先週ね、はい、そう、びっくりした。僕読んでて、あれ絶対このシルエットはナミさんだなと思ってそうそう、もう知らないところでいろんなところに出てるので、はい、そう、皆さんが見つけてくれるのありがとうございます。いやいや、もうそう、もうなので、そう、今知ってる限りだと、ね、このヤフーニュースに載ったのが東京ウォーカー、はい、その経由と、あと沖縄ウォーカーと、あとはこのもちろん紫村のホームページ、あとは千代田ブライダルハウスのこの浴衣レンタルのでも出てますし、あと、なんだっけ、ジェットスカイ、この間言ったのなんだっけかな、ジェットスターです。ジェットスター、ジェットスカイってなんだろうジェットスターのパンフレットにもあるっていうことなので、ぜひ私どっかにいると思うので、見つけた方ご連絡ください。多分今ジェットスターとスカイマークが混ざってたんですね。あ、そっか、ジェットスカイミックス、勝手になんかね勝手に MA しちゃった感じで失礼しました。タイゴさん、なんだろう、水着で、あ、さっきのキャンさんのね、そう、キャンさんの水着姿も見てみたいね。そう、大塚健二さん、キャンさん優しいな、でもそこはブーメランかふんどしが良かったかもってことでシュプリームさん、キャンの銀玉風浴衣姿早く見たいな。あ、ここキャンさんねめっちゃなんか呼び捨て、そう、銀玉風になると思うので、ぜひ楽しみにしてください。そう、あ、くんが抜けてしまった、やっぱりキャンのっていや、いいですよ、僕は。そう、シュプリーマさんもちょっとみんな私から映ったんじゃない、上から目線ごめんね、どんどん伝染していきますね。そう、ちょっといいんだか悪いんだか知らないけどそう、ちょっと面白おかしくやってるので、それでいいんだか悪いんだか知りませんけど、知りませんけどって今ちょっと無責任発言だねめっちゃごめん、ゲストさんいないとこんなことになる私、やばいそう、一応普段はゲストさんいてもふざけてるみたいなんだけど、あれでも抑えてるの私そう、でも皆さんに楽しんでいただけるようにってやってますが、面白おかしくするつもりはなくても結果そんな感じになってるので、皆さんのフォローがありがたいです、ありがとうございます。いや、コメント本当に嬉しいですもん ね本当にリスナーさんとのこのやり取りで自分でツボって喋れなくなるっていうそう、ちゃんと読めなかったりしてごめんなさいね。大塚健二さん、それで将来合併してその社名になったらすごいかも、メモメモその時はよろしくお願いします直美さんの予言怖いね、あの時ポロって言ったのにみたいな、怖い、そんなことになるかもしれない。そう、いろいろ何がどうなるかわからない世の中なので、いつかその名前が出てくるかもしれないよなんて、そんなこと言っていいんでしょうか。そう、あともう一つですね、私がいるのがさっき言った紫村の、琉球夜祭りなんですが、そこで、ジャナテ、沖縄そばとかセーファンっていう琉球料理を提供しておりますので、ここにですね、だいたい週末、だいたいって今ざっくり言ってますけど、なぜかというと私が週末用事があると希望給入れてお休みいただいたりしてるので、はい、実は今週も昨日で出勤終わって、はいはい、しかも旧盆は全部
お休みいただいて日曜日まで。で、昨日火曜日出勤して、でちょっと今週末また予定があるのでお休みもらって、はい、来週がっつりです。どんだけ自由出勤みたいな。そう、しかもあのイベント期間中なので、9月23日までしかいません、私。なのでぜひぜひあの紫村ジャナ亭にも遊びに来てください。あの美味しい沖縄そばがあります。でこの沖縄そばがあの実はあれなんですよ、あの天然だし、おなので化学調味料一切使っていません。はい、あの美味しそうですね。そうそうそう、なのであのお蕎麦、あの沖縄そば巡り、はい、やる方でも多分穴場と思います。っていうのがやっぱりこの紫村の施設内にあるので、そこで食べれるって あの知ってる人は知ってるみたいな感じなんで、ぜひあのジャナ亭に入ってもらえれば、あのジャナ亭にって言ったら入場料はかかりません。その代わり園内は散策できませんが、はい、ぜひまあ言っても入場料600円なので、まあ、遊んだついでに、はい、ジャナ亭で遊んね、あのゆっくり休憩してもらえればと思います。あの琉球家屋なのでめっちゃゆっくり時間が流れてる感じがして、あの世界観本当に素敵ですよね。なんか私 お客様で行ってる時は、はい、もう何時間いたかな向こうのスタッフさん、あの、朝のスタッフさんと、はい、ユンタクして、で気づいたらもう5時になってんの。あのなんか近くのなんだっけ、あの金婚観光みたいなあんなんがなっててもう5時だよ帰らなきゃみたいなそう、そんぐらいゆっくりしてて、で居心地がいいの、うん、そうだからあの沖縄そばはとっくに食べたのにあのお部屋で何時間いるのみたいな。自分ドラマの撮影でだったら十何時間いたことありますけどね、うん、あそこにいた、はい、もう開演前の本当に暗い時間から行って夕方暗くなる時に帰る、ね、なんか結構でもゆったり時間が流れてるの で、 そうです、ね、結構面白いと思います。シュプリームさん、キャン君には豚を使わない沖縄そばが必要だね、てかもはや沖縄そばじゃないかそこなんとか克服できるかな太鼓さん、キンコンカンコン、え言わないこれ、もしかして沖縄だけキンコンカンコンあるよね普通に、ね、いやキンコンカンコンは言うと思いますよ、ね、あると思うよ。シュプリームさん、よく考えたらハラールの沖縄そばってあるのかな、なければビジネスになるかも、ビジネスチャンスなるほど、ハラールか、そうだね、カツオベース、でも確かにカツオベースのね、はい、あったりするのでありますよ。それにお肉を豚挟まなければいいだけですね、うん、そう思います。あのミックスがね結構多いから、あのカツオだしはハラールいけるね。そうですね、うん、あのお肉を乗っけなければ、かまぼこは別にお魚だからいいと思うので大丈夫です、はい、そう、太鼓さんチャイムでしょ、キンコンカンコンチャイムです、ぜひぜひって今何を言いたかったんだろうこの辺でもう止めておきましょう、なんか私のわけのわからない話が止めどなく続くのも申し訳ないので、この辺で私のアホアホな話は終わっときましょうね。そう、あのさっきの話を戻しまして、今日はそう登ってる沖縄の応援する日なので、もう一度、はい、あのしっかりここはアホアホなムードではいけませんので、はい、フランスアコーグループ国内唯一の登ってるブランド、登ってる沖縄那覇9月13日グランドオープンということで、歴史が息づく古都首里に琉球の伝統とフランスのブランドが融合する空間ということで、ぜひあの登ってる沖縄那覇、ね、こうやってオープン前から開業準備室っていう時から、ね、あのゲストに来ていただいていろいろお話伺ってるだけで、ホテルにね勤めてないけど勝手になんか親近感よね私たち。そうですねそう、なんかオープンも一緒になんかできる気分になってるもんね、はい、なんかネットでニュース見るたびにおーってなりますよね、来たか来たか、そう知ってるよみたいな、知ってるよみたいな、関係者だよそう、めっちゃ関係者ずらしてる、関係者じゃないけどそうそう、なのでだけどやっぱりワクワクはやっぱりね、いや、 やっぱりしますよ、こうやって来るとね、いつもお話してますからね、もうなんて言うんだろう、このまた洗練された空間が楽しみで、そう、さっきから小出しばっかりして申し訳ないんですけれども、ホームページも小出し小出しで、そう更新されると思うので、ぜひ楽しみにしてもらえればと
思います。あの都ホテルの時代を知ってる方はすごいびっくりすると思います。もうねすでにプレオープンで行ってる方もいらっしゃると思うので、グランドオープン前には行きたいね、キャンさんね。そうですね、ね、キャンさんねって。そうなのでぜひ行ってなんか企画したいね。山内さんちょっとお時間いただけないですかねえ、山内さん一緒に行こうみたいなそう、山内さんいろいろとあのなんだっけ、あのジャナ邸の話とか紫村の話とかいろいろやっているので、はい、のホテルにも一緒に行けたらいいなと思っています。お願いします、ね、ぜひあの勝手に FM 宜野湾応援で応援隊で応援隊で、ね、行こうと思うので、ぜひ山内さんよろしくお願いします何をよろしくみたいな、全部山内さんに振るって、ね、あの領収書 FM 宜野湾でそんな言ったら怒られるかしら。でもそうすごい楽しみなので、いろいろサプライズもできそうなので、ぜひ皆さんのぼてる沖縄那覇9月13日グランドオープン、ただいまプレオープン中になっておりますので、ぜひ遊びに行ってみてください。であともう一つですね、すいません、あの告知がありまして、そう私こんなおふざけしておりますが、あの薬膳指導員という資格もちゃんと持っているんですよって、ここで笑うと嘘っぽくなるねちゃんと薬膳の指導員の資格を取りまして、今度ですね、あのイベントに薬膳を出展いたします。それがですね、第3回日本統合医療学会沖縄県支部総会ぬちぐすいのチャンプルフェスティバル、心と体に栄養をっていうフェスティバルがありまして、日程が9月10、30日日曜日10時から4時、入場無料になっております。会場が空ですね、沖縄保健医療工学院、宜野湾市大山の空学園で行います。ぬちフェス体験会っていうのがありまして、ここ、まあ、いわゆるワークショップできるところですね、無料もしくは、500円1回ということで、いろいろあるのが美容針、小児針、あとお灸、宝禄灸、大座灸、あと運動療法、薬膳会、薬膳私たちの、なんか薬膳お弁当セットみたいなおにぎりとか、あと十膳大補湯っていう薬膳スープがあるんですよ。すごい。そうなんですか。パーフェクトな、それを出します。そうそう、私たちメンバー6人中の、1人がこのフェスティバルの事務局長になっているので、私たち5人でやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。中にあの耳つぼだったり、耳つぼジュエリー、アロマテラピー、アーユルヴェーダーとか、あの民間療法いろいろありますので、ぬちぐすいのチャンプルフェスティバルということで、ぜひぜひ遊びに来てください。9月30日日曜日10時から16時空学園宜野湾の方になりますので、よろしくお願いします。ということでエンディングも流れてきましたね。ここで最後にメールが1通来てるので紹介させてください。ありがとうございます。北野リスさんから、はい、上から目線の続き、与儀縄さんの出身地を知っているともっと強烈ですよね以下自粛とのことです。自粛ありがとうございますそれ以上言うとまたね、どんどんあの地元のイメージが悪くなるので大丈夫ですよ、今は地元は健全になっており、健全になってるって昔悪かったみたいなあんまり言っちゃいかんね。ここで地元の話は止めときましょう。はい、はい、エンディングは、安室奈美恵さんでコントレイルっていうことで、これの曲でお別れしたいと思います。本日も、提供は、有限会社二平デビルとユンタクコーヒーの提供でお届けいたしました。パーソナリティは与儀直とミキサーのキャンです、はい、今日もありがとうございました。皆さんまた来週です。さよなら。バイバイ、ありがとうございます。さん、お疲れ様でした。お疲れ様、ありがとうございました。タイゴさん、どんどんボロ出る私ゲストさんがいるからボロが出ないのかもしれないボロが出ない、いやいや、ゲストさんいてもボロが出てるけどね収集がつかなくなるんだろうね、私のボロがいや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 、いや、こんなにしっかりしてる番組もなかなかないですよ本当にヒカキグマ、そう、これはあの、まあ、アモロちゃんのカウントダウンもあるけどね、頑張ってるタマミちゃんに
上を見上げたら飛行機雲。自分の親が一番好きなやつです。あ、なんかいいよねこの歌、好き。あの空飛ぶ高校室でしたっけ、ドラマの主題歌でした。うんうん、今ね結構あっちこっち大雨降って片振りだから虹もよく出るし、はい、そうですね、そう、大雨降ってはーって思うけど虹が見えるんだよね、はい、まあ、一時は渇水の危機もありましたからね。え、本当に恵みだめですね。そう、しら、ありがとうございます。これティッシュの内緒、中身は。ありがとうございます。かっこいいね、登ってる。ありがとうございます。じゃあツイキャス切りますね、はい、ありがとうございます。ビチ今日閲覧11も見てたんだ、多いです ね私のボロが出れば出るほど視聴者数が多くなったら笑っちゃうけどみんな期待してるところが何を見てる。